ちは、日本学術書道会の田村喜団です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は信仰天地を照らすです。これは碧岩録第96則で上州人心が霊物は水を渡らず、つまり泥で作られた仏像は 水を潜ると溶けてしまうと述べて、真の仏は送り、すなわち自身の中に座していることを示したのに対し、摂政十賢が付した下樹の一節です。信仰とは、禅宗の第二祖恵伽の本名で、恵伽が諸祖達磨の法を継いだおかげで禅が栄え、その徳が天地を照らし出したという意味です。また信仰をその送りの神仏、すなわち本来の自己である仏性の輝きとすれば、その光によって天地の隅々まで照らし出し、すべてが輝いているという意味になります。また単に神の威徳の光が天地を照らしていると解釈しても良いです。それでは今から信仰天地を照らすを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。